はい、どうも、こんにちは。なんかちょっとブログで見つけたんですけど、あれなんですね、6月30日でたけるくんが、佐藤たけるくんのアミューズの更新がラストになるってことなんですね。だから消えるってことですか。プロフィールやサイト、コンテンツなどが、まあなくなっちゃうってことですね。で、コラボの方に全部移動しちゃうってことですか。なるほど。それは寂しいですね。あとなんか、流浪の舞台挨拶なんですかね。が、関西に行くんですね、たけるくんが。7月3日4日で、京都大阪に行くっていうのが出てますね。で、東京は多いじゃないですか、たけるくんは。だから関西の人がね、生のたけるくんの舞台挨拶なんか見れるのはいいんじゃないかなって思ったりしておりますけど、あれなんですね、アミューズ結構厳しいんじゃないですかね。フランプールがアミューズから独立ですって。2年ほど前から新会社設立し、新たな船で。フランプールもね、かなり人気ありますよね。それこそワンオクロックに匹敵するぐらい人気があるんじゃないですか。4人組ロックバンド、フランプールが7月1日所属していた大手芸能事務所アミューズから独立。今後はアミューズのグループ会社のA スケッチと新たな体制で活動していくことを発表。またグループ会社には一応なるのかな。お知らせでありましたように、僕らフランプールは7月1日から自分たちの新会社を設立し、アミューズのグループ会社の A スケッチと新たな体制で活動していくことになりました。だからその アミューズの、その会、グループ会社に手伝ってもらいながら自分の会社を設立したっていう話なんですかね、これはね。このご時世なので、様々な憶測や誤解、心配も生まれることだろうと思います。ので、ここで自分たちの言葉で今の思いを伝えておきたいと思います。僕らがアミューズをに所属したのは今から13年前の2008年でした。それまで一人暮らしもしたことのない世間知らずで、未熟な4人をここまで育ててくださったことは心から感謝しております。17年には活動休止をした時もそうですが、アミューズは常に僕らを支え、信じ、時には叱ってくれて、どんな時も僕らの味方でいてくれました。いつも多大なる愛を感じていましたし、そのおかげで今日まで音楽に専念できました。ただ2年ほど前から僕らは今回の新体制について考えてきました。というのも音楽を取り巻く環境は日々急速に変化しているからです。サブスクリプションやネットメディア、そして SNS の台頭、リスナーが音楽と触れる場所、音楽との出会い方など、昨日までならなかったような世界がどんどん生まれ、広がり、浸透し、世界を更新しています。また最近では長引くコロナ禍の中で音楽は不要不急と言われたりもしています。そんな時代の中で音楽は今まさにあり方を問われていると思います。そんな時代だからこそ僕らは今一度自分たちと向き合い、新たな環境の中で音楽を通してファンの皆さんに何かできるのか、それを突き詰めていきたいと思います。そう思いましたと。だからここで僕らアミューズという豪華客船のような恵まれた環境を降りようと思います。そしてアミューズと出会う以前のように、4人だけの小さな船で時には遠回りしたり寄り道したり、小回りを聞かせながら日々生まれる知らない世界をもっと身近にもっと長い時間をかけて見て回りたいです。失敗を恐れずに責任から逃れずに自分たちの手で舵を切るように慎重でいて大胆に音楽を作っていきたいと思っています。もちろん13年前に親元を離れ故郷を飛び出したあの頃とは年齢も環境も時代も何もかも違いますけれど、それでも原点に帰ることでしか見ることのできない新しい景色もあるはずだと今はそう感じています。こういった思いのもとで今回のお知らせとなりました。長くなりましたが、改めて僕らのこの一方的なわがままを嫌な顔を一つせず、強く背中を押してくれたアミューズには心から感謝しております。ファンの皆様にはご心配をおかけしたことをお詫びします。できることなら僕らのこの新たな冒険とここから生まれる新たな音楽をこれまでと変わらずに応援し見守ってほしいなと思います。2021年7月1日だそうです。結構あれですね。なんか、すごく熱い。声明文的なのを出してますけど、どうなんだろうな。ただ、まあ、読んだ感じだとなんでそうなったのかはちょっとまだ見えないですけどね。何かしらあるんでしょうね。ここのところ、ね、独立相次いでますからね。
アミューズからね抜けるっていうのは、まあ、タケル君を筆頭にね、神木君だったり、そしてあのワンオークもそうじゃないですか。まあそういう流れでフランプールもね2年前からね準備してたってことは、やっぱなんかあるんでしょうね。なんとも言えないけど、なんかあるんでしょう。どんな人でもね、持ってる事務所とかそういう所属してる事務所に不満がないっていう人はいないと思いますからね。なんかあるんでしょうね。としかわかんないです。それではわかんないです。な感じです。ではでは。